あ。それではセッションスリー。宮園正隆年金積立金管理運用独立法人。理事長からの。基礎講演から始めたいと思います。年金積立金管理。行政法人。G. P. I. F. 理事長の。 宮園正隆でございますえこの度は GGX ファイナンスサミット2024に登壇の機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございますえ本日は対面開催のイベントでありあるにもかかわらず直接会場にお伺いすることができませんことを誠に申し訳なく存じますえさて今年の夏は猛暑が続き 大型台風の襲来による交通網や物流の混乱大雨・洪水による被害の多発など気候変動は将来の課題ではなくまさに今対処すべき課題であることを実感されている方も多いと思います投資の分野においても気候変動は真剣に考慮すべき課題であるという認識がすでに定着してきております GPIF は250兆円近くの年金積立金を国民の皆様からお預かりし国内外の資本市場に幅広く分散投資しておりますしかし気候変動に伴うリスクについては全ての資産クラスや銘柄に同時に生じるため分散投資を行っても完全に消すことができません。また長期的には より顕在化する可能性が極めて高いリスクであると考えられておりますこのことから GPIF ではこれまで気候変動リスクを考慮した様々な取り組みを行ってまいりました具体的には2018年9月に企業の売上高あたりの炭素排出量を投資ウェイトに今反映いたしました カーボンエフィシェント指数に基づく株式投資を開始いたしました同年12月には TCFD への賛同を表明いたしました翌2019年からは TCFD にが公表した提言に沿った気候関連情報財務情報の開示を毎年行っておりますまたこの後のセッションで議論される GX 移行債への投資も行っております GPIF では2023年度版の ESG 活動報告においてこれまでの ESG に関する取り組みのご紹介に加えまして気候変動や自然リスクに関するさまざまな分析を行っております。分析内容につきましては私どものホームページに掲載しておりますのでご覧いただけましたら幸いでございます。本日はこの中から 一つの分析をご紹介申し上げたいと存じます前回の ESG 活動報告ではグリーンボンドなどのインパクトに関する情報開示について分析を行いましたが今回はそれを発展させましてグリーンボンドのプレミアムいわゆるグリーニアムと第三者認証情報開示インパクトのそれぞれとの関係について分析を行いました。 発行体が一般の債券と比べて手間もコストもかかるグリーンボンドをあえて発行することで企業のリピテーションの向上のような副次的な効果も期待できますがやはり本来の一般債と比べて有利な条件で発行したいという思いがあるのではないかと思います。ググリリーンボンボドがが一般債よりも高い価格で取引されるグリーニアムが 発生しているか否かについてはまだサンプル数が限られるため統計的に判断できるものではございませんが第三者認証や資金使との開示を行っているグリーンボンドはそれらを行っていないグリーンボンドと比べてグリニアムが発生している傾向があることが確認されましたこれは第三者認証の取得や 資金支出の開示を行うことで発行条件が良くなるということを示唆しております一方でグリーンボンドで調達されたプロジェクトのインパクトの高についてはグリーン山に影響しない可能性が高いことが明らかになりましたグリーントランスフォーメーションの実現のためにはよりインパクトの大きいプロジェクトが よより低コストで資金調達を行えるるうになることが必要です GPIF 自身の投資,投資といたしましては無論もも投資リターンを度外視した投資はインパクト投資に限らず受託者責任の観点から行うことはできませんが被保険者の利益を追求する上で考慮すべきインパクトは何かについてこれから検討してまいります。その観点でも インパクトに関する情報開示の質の向上を期待をいたしております GPIF は今後も自らが機構関連財務情報財務情報をはじめとする ESG 情報の開示拡充に努めることで市場全体の持続可能性向上に努めてまいります今回の GGX ファイナンスサミット2024が インベストメントチェーンを構成するさまざまな参加者による活動のさらなる活性化につながるようお祈り申し上げます。ご清聴誠にありがとうございました。Thank you。ありがとうございます。続きまして一般社団法人全国銀行協会会長の福留昭弘様より貴重講演をいただきます。 全国銀行協会の会長を務めております三井住友銀行の福留でございますこの度はこのような場でお話しする貴重な機会を頂戴し誠にありがとうございます GX の実現に向けた具体的な方策や企業と投資家そして金融機関のエンゲージメントの基礎となる情報開示のあり方などを網羅的に議論ができる GGX ファイナンスサミット という場は大変意義深いものだと思います我が国では昨年 GX 推進法が成立し GX 推進戦略が取りまとめられました今年の2月からは GX 経済移行祭の発行が始まり7月には私も発起人として参画しております GX 推進機構が業務を開始するなどいよいよ GX に資する技術 そしてサービスをビジネスとして社会に実装していくフェーズに入りつつあると認識していますこうした社会実装を支えるファイナンス手段の一つとして我が国が早くから取り組んできたトラジーションファイナンスは本年の G7 でその重要性が指摘されるなどグローバルに注目されています引き続き我が国がリーダーシップを発揮し 普及に向けた国際的な議論を主導することが望まれます。我々銀行界の取り組み状況といたしましては、全銀行の会員公の多くが、トラジッションファイナンスの案件を実施、あるいは検討を進めている段階にあります。もっとも、実際にお客様のトラジッションをサポートしていく上では、多くの課題があります。例えば、お客様において、技術的リスクや、 価格の不透明性などを背景に事業の長期的な見通しが立たず支援する民間金融機関だけではリスクを取り切れないことがありますこのほかにも金融機関ではトラジションファイナンスを推進するとポートフォリオにおける温室効果ガス排出量が一時的に増えるといった課題も認識していますこうした課題に対応していくためには GX 推進機構の活用などを通じて官民が連携し中長期的なリスクシェアや資金支援の最適なあり方を追求していくことや金融機関の脱炭素に向けた取り組みを適切に評価する枠組みづくりなどが必要になります。そそししてて何よりもお客様とお客客様様とに連なるサプライチェーンそして投資家や 金融機関などのステークホルダーが一体となり、今まで以上にトラジンションへの理解を深め、取り組みを前に進めていくことが重要であると考えています。個別校の話となり恐縮ですが、SNBC では、昨年、トラジンションファイナンスに関する対応方針を取り求めたトラジンションファイナンスプレイブックを公表いたしました。そして本年は、 対応を進めていく上での課題や案件事例などを取りまとめた「トラジッション・ファイナンス・スコアブック」を近日公表いたします。お客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様と情報を共有することで今後のトラジッション・ファイナンスに関する理解の進行や議論の発展に役立ててまいりたいと考えております。最後になりますが 脱炭素の実現は経済・社会の変革を伴う大きな挑戦です本年度は GX2040 ビジョンや第7次エネルギー基本計画の策定を控えておりトランジッションを含む多くの論点について議論が進展し脱炭素化に向けた我が国の取り組みが加速していくでしょう。銀行会といたしましまては資金の供給や 知見の蓄積などを通じお客様の脱炭素化の取り組みひいては経済社会の変革などに貢献できるよう業界を挙げて取り組んでまいります。Thank you ありがとうございました。ではパネルディスカッション3に移りたいと思います。トランジーションファイナンスの今後の展望でございます。モデレーターは立尻孝宏様。 経済産業省大臣官房審議官 GX グループ担当でいらっしゃいます Now,、like、それではタジ様よろしくお願いいたします えー、皆様んお集まりをいただきましてありがとうございます。じゃあ、それではパネル3、トランジションファイナンスの今後の展望ということで始めさせていただきたいと思います。えー、で、今、ご紹介いただきました、私、経済産業省 GX グループでの田尻と申します。あの本日はの3人の素晴らしいパネルリストの方をモデルとする、非常にあの光栄に機会を感じてございます。 あの本日のパネルのテーマはですねトランジション・ファイナンスの今後の展望ということでえ考えておりますけれどもまあこのトミックを選んだまあ背景について若干私の方からご説明させていただければと思いますであのまず日本は2030年に2013年,年度比で温室効果ガスを46%削減するそして2050年にはカーボンニュートラルを実現すると いう目標を掲げておりますでそれで世界に目を転ずると今や GDP のペースで世界の9割の国々がですねこのカーボンニュートラルの目標を掲げているというような時代になっておりますただのこれらの目標をまあ達成するためにはですね当然、えーね、その電力分野だけではなくてこのまあ産業分野であったりとか運輸分野であったりとか その経済全体のやっぱり脱炭素化が必要であるというふうに考えております。ただあのその中でも排出削減をするのは非常にまあ難しい分野と言われてます。まあ,あの例えば鉄鋼を分鉄鋼産業、化学産業、まセメント産業といったような業種が存在すると思っておりまして、であの。 こういったです、ね、その電,化電化とか、またその電源を脱炭素化することだけでは、なかなかその対応が難しいといったような産業運輸分野のです、ね、排出というのが、今やまあ世界では7割ぐらいを占めているんじゃないかというふうに言われております。でやっっっぱりこののいたた業種のです、ね、脱,炭脱炭素を進めにあたっては、 まだまだその代わりとなるような技術、まあ、その熱の需要を変えるであるとか製造プロセスを変えるであるとかそういったための技術開発がですねまだまだまあ開発途上であったりまたそういった技術を使うのも非常にまあコストが高かったりとかいうようなこともあってなかなかまだまだこう一筋縄にはいかないというような状況であるかと思っております。そののの一方で先ほどのあの冒頭のあのスピーチにもございました通り まあこ,のこういった業種へでですねあで、投融資を進めることは、金融機関の方にとってみても、まあ、一時的ではありますけれども、ポート保虜上のまあ排出量がまあ増えたりするというようなことにもなることからです、ね、なかなかそれがあのやっぱり世の中的な評価につながらないということもあって、なかなかそこのあたりが投資を、投融資を控えるということにもまあつながっているんじゃないかなというようなことになってまして。 でそういったことがやっぱり、まあ、トランジション、トランジションファイナンスというものがまあ重要じゃないかということと言われているものでございます。でえー、ともちろんこのあの、こういう金、現在はです、ね、多排出分野でありながら、まあ、新しい技術を開発することによって、まあ、こういう段階的にです、ね、排出を削減していくということを進める、まあ、トランジションファイナンスというのがまあ重要じゃないかというふうに考えて、まあ、日本政府としても進めていきたいというふうに思っているところでございます。 であのここ数年で,です、ね、このトランジションファイナンスについてもさまざまな議論が出てきて少しずつ広が,りが,来てる広がっているんじゃないかというふうに思っておりますでその最初のファーストペンギンはですね2020年に ICMA が発行したクライミドト・トランジション・ファイナンス・ハンドブックというものがあろうかと思ってますでそれ以降ですね各機関各種機関でですね トランンジションファイナンスに関する文書とかガイダンスとかいうものを作成をしておりまして、この日本政府もですね、基本指針であったりとか、分野別の技術のロードマップというものを作成をしてきているというほかですね、モデル事例の認定なども行ってきているというような状況でございます。そして一番最近の取り組みとして、日本政府がですね、 その政府自身、えー、としては、世界初と言われるです、ねえー、クライメート・トランジション・ボンドというものを今年の2月にまあ発行したというものが、最新のトピックとしてあるのかなというふうに思っているところでございます。で、あのこうしたあの、えー、少しずつまあトランジション・ファイナンスが広がってきているというような現状になっているんですけれども、まあ、これを踏まえてです、ねあの、これからの議論を始めさせていただこうというふうに思っているところでございます。 あの本日はですね、のこの3人のパネルの人の方にご登壇いただいております、まず国際資本市場協会マネージングディレクター、県アジア太平洋地域事務所代表でいらっしゃいます、ミュシュタク・カパシさん、で続きまして、BNP パリ派証券で,で、パリ派証券でマネージングディレクター、および ESG スペシャリストでいらっしゃいます、ミディアム・サパター様。で最後はですね 金融庁で総合政策課長およびチーフサステナブルファイナンスオフィサーを務めておられます池田聡さん、この3名をです、ね、パネリストとしてお招きをいただきまして、話をして、今から議論を進めていきたいと思っているところでございます。まずあの3名の皆様にです、ね、それぞれ自己紹介をしていただくとともにです、ね、合わせて一つ目のトピックとしてですね、 トランジションファイナンスに関するここ数年のまあ議論の進展についてコメントをいただきたいというふうに思ってございますそれではまず最初にそれからミリアムさんそして池田さんの順でお願いしますまずは自己紹介をしていただきましてこの数年間で移行に関する議論がどのように展開してきたかにつきましてご意見を頂戴したいと思いますありがとうございます はい、ありがとうございます。田尻さん。そして今日は、この素晴らしい会議にご招待いただきまして、本当に素晴らしいパネルトの皆様とご一緒できてうれしく思いますムシタク・カパシと申します。私はアジア太平洋地域担当ということで、国際資本市場協会から参りました。 ICMA あるいは ICMA ご存知かと思うんですが私たちは非営利の業界団体でございまして私たちの主要な活動はこの債券市場ですねボンド市場です。そして ベストプラクティスをこの形成しそして推進しようということです50年以上国際的なボンド市場でまず最初はヨーロッパそして最近ではアジアそして世界各地でこのような活動を続けていますつまりベストプラクティスというのは一体何なのか私たちは必ずしもサステイナビリティの団体ではありませんで、まあ、グリーンの団体でもない債権に関わる団体なんですね面白いのは10年前私たち 新しいガイダンスそして定義作成 の手助けをしてほしいと思われました。グリーンボンドと当時呼ばれていたとても奇妙な誰も聞いたことがないような商品に関してでした。それがだいたい10年前で私それの担当になりました。まあ、それ以降ですね本当にこの分野において5兆ドルぐらい発行されるというこのサステナブルなボンド市場が出来上がるということで大変あの大きなあの進展があって私自身もそれに関わったことが非常に嬉しく思います。 最初にこの,このボンドが最初に設計された時にはその徒資金使途というものが問題になりました。ですからグリーンボンドというのはその資金がつまり発行体が借りたお金が最終的にどう使われるのかということが問題となりました。当時のこの議論の中心だったのは一般的に この,この重要なのは発行体ではなくて資金使徒なんだとつまりこのプロジェクトがグリーンなのかそして環境にポジティブなインパクトがあるのかどうかそして GHG 削減に有効なのかどうかつまりこの資金がどこに使われるのかということが議論の中心でした。しかしかながら 2014年から2020年ぐらいにかけて変化がありましたマーケットのセンチメントが変わりましたそしてよりこの発光体の信頼性というものがそのサステナビリティが問題となるようになりましたすなわち発光体が 例えばこのサステナビリティのポリシーがないあるいは事業を変えてよりサステナビリテティサステナブルになろうとしていない場合にそのグリーンボンドを発行したとしてもグリーンプロジェクトに対してグリーンボンドを発行したとしてもしかし発行体として信頼が置けないと思われるようになりました。本当に誠実にこのサステナブルファイナンスのマーケットに関与しているのかということを疑問視されるようになりました。でですので 多くの市場参加者が例えばこの排出削減が困難あるいはより排出削減が簡単ではないセクターからもあるいはそのもっとこのそもそもグリーンなセクターいろいろなセクターがありますけれどもしかしサステナビリティを推進したいそういう発行体があるしかしながら この丘をずっと超えていくことが必要になったつまり市場は必ずしもグリーンボンドを発行できる発行体とはみなされなかったからなんですでそこでトランジションファイナンスが重要になりますつまりまずトランジションハンドブックをイクマが発行したわけですこのイクマの発行したガイダンスというのは 日本のこのセクターガイダンスこの1年後に発行されましたこれによっても支持されましたえつまり発行体レベルその企業そして銀行そしてこの 本当にトランジションファイナンスに関わっている企業はどこなのかということが問題となりましたですから当初の考え方はまずトランジションプロジェクトはあるいは技術はどういうものかということが問題になっていたにもいたことからそのいわゆるそのパスウェイ経路がどうなのかということがその関心が移っていきましたえすなわち発行体 グリーン債のグリーンボンドの発行体が強力な強靭なこの移行計画を持っていなければならないと思われるようになりましたそして発行体が自分自身がトランジッションにコミットしているということを示しそして移行戦略を持っていてそれがその事業にとって非常に重要であってそして2.0目標そして理想的には1.5の目標に シナリオにできるだけ近づくということ科学的根拠を持っていること透明性が高いことこれはこの,そのオペックスとキャペックス両方においてこうした移行計画を支えるものを持っていかなくてはならないこれが イクマの最初のガイダンスの中に織り込まれた要素でしたそしてこれが最初のトランジションファイナンスのガイドブックとなりましたそしてその後トランジションファイナンスの考え方はその後もずっと変化をし続け2023年の最新版ではそのもう少し詳しく特にスコープ3の排出について手引きを加えましたさらにこうしたトランジションディスクロージャーというものが 多くのタクソノミー、その他のオフィシャルセクターガイダンス、これはメティのガイダンスも含め、あのロードマップも含めて、これらからいかにこの補足され、支持されるのかということなふうに私からですけれども、移行に関しては、ガイダンスからベストプラクティス、そしてレコメンデーション、ベストプラクティスへと移行できると思っています。 資本市場においてということで私ミリアム・サパタと申します ESG スペシャリストとしてデッドキャピタルマーケットの担当で BNP パリバーにおりましてロンドンにおりますミリアム・サパタと申しますこうやって日本に来ることができて非常に嬉しく思っておりますしこれはちょっと歴史の話になりますけれども債券市場の 私たち、このスクリーンの方で示させていただいておりますが、デッド資本。 市場それから債券市場がどのような形で進捗してきたかということですけれども最初の頃から私見ることができておりまして最初はグリーンボンドが発行されましたそしてその最初資金使途がまずあってそれから赤銀が2008年にグリーンボンドを発行していますこれ15年ぐらい前のことなんですけれども当時はまだまだ金額がちっちゃくて SEK の通貨で これがブームになりまして。 市場に出てきましたそれ以来非常にこのスライドを見ているとグリーンとかソーシャルサスティナビリティこういった債券が非常に指数関数的に発行金額が伸びているということがわかると思いますこういうことを見ていただくとイクマが実際にこの中に関与する前から市場は存在していたのだということです銀行であるとか発行体が参加してとしかも参加を して集まって一体何がグリーンファイナンスであるかいかにこれを促進していくのかグリーンに対する投資を進めていけるのかということを議論していたわけです一つ現状についてなんですけれども歴史の一環として文脈で捉えるならば日本の2024年の GX 国債ですけれどもこれが発行されてます過去15年いろんなマイルストーンが到達され ってきました例えば世銀が2008年に記載をしてそれから1回目の大きなグリーンボンドが世銀グループの IFC が記載をしたりというふうな形でこれがソーシャルボンドですねそれから持続可能性のサステナボンドが発行されたりというふうな形でどんどん進んできましたそして2016年17年になりますとソブリンが記載をするようになりました でそれによってこの市場への流動性が流れてくるとマーケットが成長するために流動性が必要なので投資家としてもシグナルが欲しいその時に、えー、国家の方からの記載があったわけです投資へのコミットということでそれがソブリン祭が2016年17年に記載されたことによって演じられましたそしてその当時小さなトランジションボンドも発行されています トランジション当時の意味と今の意味合いは全く違うんですけれどもそういうものですそれからサステナビリティリンク祭であるとかそれからあとでお話があると思いますけれどもいかに市場が成長したかということで大きなサプライヤーである EU のようなところも記載をするようになった。で 大きな発行体としてグリーンボンドソーシャルボンドは EU などが発行しあるいは世銀が発行しそしてソブリン債としてドイツやフランスなどが発行するようになりましたそして今に至るわけですで今はソブリン債のセクターが役割として単に流動性を供給するのみならず異なる経路も示すような形で記載されているということが分かりますつまりそれがトランジション いいろんなな方向でで発生し得るという,ふうなものです2017年ですけれども初めての少額の発行がトランジションボンドにおいてなされました。当時のトランジションというのはグリーンじゃないものに対する資金提供という意味合いでありましたけれども今ですけれどもそのトランジションという概念が発展してきまして投資家としても 自分たちの方法論を作ってそしてトランンジションを自分たちのの意思決定の中にに組み込むといいう段階ままで至っていますガイダンスであるとかレコメンデーションが i c m のようなところから出ておりますけれどもそういったものを使って自分たちの方法論を作ってどのようにしてこういったトランジッションボンドをサポートしたり投資をするのかという決定をしています。 こういうプロセスの中で投資家は今やトランジションというのはあらゆるものに相当するということを理解するに至っています。グリーンのもの以外というのではなくてグリーン化する投資でありグリーンのための投資というのもトランジションであるというふうに理解するようになりました。太陽とかあるいは風力発電 そういったエミッションのないものをサプライチェーンの中に入れるというふうなものだけではない、すべてがトランジションの中で役割を演じるのだという理解を市場はしています。マーケットも、もしも排出量を減らしたいのであれば、我々としてパリ協定に合致するのであれば、私たちはこういった概念もあるいは物の見方も変えていかなければいけないということが分かっています。 池田さんお願いいいいししままますすあありりががととううごごござざ紹介たただき私は日本の金融庁から参りました。政策立案者、金融セクターの政策立案者と言えると思います。また銀行や保険会社、あるいは仲介会社などの監督も行っている機関であります。金融セクター、金融市場向けのこの政策立案者として私たちは、 クラメット,トランジションファイナンスのガイダンス、これは経産省、そして環境省とともにその作成に携わりました。まあ、その意味、そういう意味で私、今日ここにおります。サステナブルファイナンス市場、あるいはグリーンボンド市場の歴史を振り返ってみますと、その市場は、まあ、 そのまあこの愚か者のための,この金融市場だとあえて言いたいと思います。多くの場合、投資家がグリーンボンド、あるいはこのサステナビリティに関連する商品に投資をするときに、しばしば頼るのはサードパーティー、その他の人の判断、この商品、ボンドがグリーンなのかどうかという判断を他の人に頼っています。でですので それが一挙するのは一定のデュー・ディリジェンス。 グリ,グリーン差に関わるデュー・ディリジェンスにこの基づいているそしてその判断を他者に委ねるそしてその商品がこの本当に信用に足るのかどうかということを判断するのが投資家の役割であると唯一の役割であるという考え方でしたしかしトランジッションの概念がこの文脈の中で導入された時に ランドスケープが大きく変わりましたというのはトランジッションというのはそのトランジッションが神聖なものかどうかを判断するためには投資家はその特定のエンティティが本当に信頼のおけるクライメントターゲットを持っているのかどうかそして信頼のおける計画を 立ててそのようなクライメット,ト上の目標を達成しようとしているのかどうかそしてそのエンティティがこの信頼の受ける経路を持っているのかその目標に対するということをこの判断しなくてはならないつまりこの前向きであるということそして一定のグリーンさというものを判断しなくてはなりません。 まあそれがいわばまあサステナブルファイナンス市場の分水嶺になったと思います。そしてその混乱はまだ今でも続いています。つまり、クライメート・トランジッションという概念がサステナブルファイナンスの市場を変えたと思います。その変えたのは、投資家がグリ,ーンラッシュグリーンさの要素をリーンさの要素を 取り込んでいく一定のこの判断のための要素投資判断の要素として取り込んでいくという形に変えたと思います。例えば投資家がある特定の商品に投資をする時あるいはこの あるその企業エンティティの,このが信用に至れるのかどうかということを判断するときにあるいはある特定の技術が実際にそのテクノロジーがこの約束しているものを本当にこのをもたらすことができるのかどうかということを判断するときに投資家がそれを判断しなくてはならなくなります。 そのグリーン差の判断ということに関して言えば少なくとも成長のグリーンボンド市場あるいはサステナブル市場の成長の最初の段階ではサードパーティーに任されていましたしかし今トランジッションの市場を成長させていかなくてはならないしかしそのためには一定のこのデザインなりエコシステムが必要になります そそししててての成長いかなくてはなくはりません例えばトランジションをめぐる不確実性というものは避けられませんだからこの問題に取り組まなく,取り組まなくてはなりませんし一定程度投資家の教育も必要ですつまりどのようなテクノロジーがこの効果を持つのかと。 このクライメントトランジッションに効果を持つのかということについての教育も必要でしょう。また一定、まあ、意見が分かれるところも出てくるでしょう。ある特定の技術をめぐってですね、こうした技術が本当にあの結果を、そのクライメントトランジッションのために本当にいい結果をもたらすのかどうかをめぐって意見が分かれることもあるでしょう。でですので その本当にこのクライメートトランジッションの信頼性というものは必ずしもまあ皆が全員が意見が一致するということではないでしょう。で異なる意見があるでしょう。でもその金融市場ではそれは普通のことです。まあ究極的には誰もがある企業の評価についてこの 評価をしてていいかなくてはならなくはらそれが意見が違ったとしてもまあ金融市場というのはそういうものです。ですのでこのクライメートトランジションに関して言えばいわばサステナブルファイナンスを正常化するファイナンス市場を正常化してそれによってそれが通常のこの金融市場の機能に近いものにしていくということ。 が必要になりますだからこそ私たちはそのトランジションファイナンス市場を成長させるためにいろんな問題に取り組まなくてはならないそれが私の意見です。えっと皆様パネリストの皆様からですね、まあ、あのトランジションファイナンスに最近の、まあ、進展とかですね関係機関の取り組みであったりとか、まあ、あのそれによって少しずつ広がってきているもののまだまだあのいろんな意見がトランジションファイナンスさるいろんな意見を持っている人がいるとか。 あのコンフュージョンもあったりするとか、まだまだこの発展途中であるというようなあのイメージじゃないかなというふうに思っております。で、その中でもあの、皆様方もご指摘いただいてたのが、あのえー、と日本政府がです、ね、この2月からあの初めてあの発行いたしました、あの政府としてのです、ね、トランジションボンド、あのジャパン・クライメット・トランジション・ボンド。 について取り上げられた方がいらっしゃるかと思うんですけどもあの次のトピックでこのトランジションボンド、まあ、JCTB ですかねを取り上げてみたいと思いますで最初のミリアムさんにお伺いしたいと思いますあというのもミリアムさんにあの 実はそのこの JCTB の,です、ねあの,あの I、国際的な IR 活動にです、ね、ミニアムさんにご協力いただいたということもございますので、あのその時のまの市場の方の受け止めとかです、ね、そういったことを伺えればというふうに思っております。次のトピックに関してですけれども、日本政府による。 クライマートトランジションボンドの IR に関しては、ウィリアムさんにも入っていただいておりますけれども、どういう反応がマーケットから得られているでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、非常に幸運なことに、この非常に新しいイノベーション豊かなトランジションについての議論に入れていただいたと思っています。 で私自身は実際にどういうアプローチなのか日本政府のアプローチ最初よく分かりませんでしたなので普通に目が開かれるような思いでしたトランジッションのものの見方を変えるようなアプローチでしたヨーロッパの投資家も同様だったというふうに思います非常にポジティブな反応が市場から来ています理由はたくさんありますでもいくつか選ぶとすれば まず投資家はまず最初に非常に嬉しいと思ったと思います。つまり日本がこれから セクターもちろん排出コーナーセクターとか多排出セクターとかっていうふうな話の前に伝統的なグリーンボードとかソブリン債が今までフォーカスを置いてないような運輸とかあるいは再エネのようなものにフォーカスを置いているということに非常に歓迎をしたということです。でこういった投資家 非常に高度なヨーロッパの投資家がもうすでに指摘しているのはいくつか数年前なんですけれども非常に高度なアセットマネージャーが言っていたのはフランスのなんですけれどももしも実際に具体的なセクターに投資をするのであればインパクトはそこにその 排出を減らせるインパクトは非常にに多いいいであろうというとう言っていました例えば多排出産業が再燃に課されると、まあ、全体じゃなかったとしてもサプライチェーンのしかしながらそのゼロエミッションにならなかったとしてもその非常にインパクトが大きいであろうというふうに言っていましたですのでそういう意味で日本がそうやってこの 一番難しい問題に最初から取り組もうとしたということを歓迎したというふうに思いますよってインパクトが非常に大きくなるであろうということが一つセクターにそのフォーカスを置いたことでそれから追加性というのもあります例えば輸送運輸とか再エネとかそういったものにフォーカスを置いていないというアディショナリティもありますでまた イノベーション豊かなアプローチを取り組もうとしているということも評価されていますまた同時に日本が R&D にもフォーカスを置いているそれによってこういったテクノロジーを促進するために投資を増やそうとしているということ。 つまり、より競争力を高めるために、この分野における投資を増やそうとしていることも歓迎されたと思います。例えば EV なんかがそうですね。数年前、振り返りますと、自動車メーカーは、この 電気自動車というものをなかなか捉まえられなかったわけですけどもしかしながら今はすべての自動車メーカーがいくつかのモデルを持つに至っています数年前はできないよというふうに言っていたようなことが今はもう現実のものとなっていて投資が EV セクターにも入ってくるようになっているわけですなので次のステップということですよね。 でもう一つ思い出せるのは最初のいくつかのグリーンボンドが発行された時にはまだまだ小さかったのでグリーンとソーラーをトラッキングできてそしてある段階 世界から石炭発電よりもソーラー発電の方が安くなったというふうな変設点がありましたそういうふうなそのセクターに日本が投資をするということであればそういったことがまた起こるというふうなことでもあると思いますそれを投資家は予見しているとも言えますヨーロッパはそういったことをもって非常に歓迎していますですので市場からの対応というのはポジティブなものです,あすじゃあ次にミュシュタックさんとあの池田さんにそれぞれあの あのお二方のです、ね、普段の,このお,、まあ、お付き合いというか、ね、資本市場の関係者の方とのまあディスカッションとか意見交換の中で、このまあ日本が初めてこう発行したクライメートトランションボンドについては、どのように受け止められているかということをお伺いできればと思います。 じゃあムスタックさんと受け出さんに対してこの日本のトランジションボンドが市場関係者にどのように感じられているか教えてくださいタジさんありがとうございます今今のミリアムさんの話を聞いて面白いなと思いました私もあの投資家とのミーティングにいたかったなというふうに思いました とっても興味深いいお話をいただきましあ私の同僚との話ではなくってこのソーシャルボンドの原則のコミュニティというのは400のステークホルダーがいるグローバル市場で投資家とか NGO とか政府の人たちとの話をしたその内容を皆さんと共有したいんですけども。 この人たちが私たちが接触をしているステークホルダーなので彼らの意見として申し上げられるならば日本のソブリンのトランジッションボンドは非常に歓迎されていますし話題になっています池田さんもおっしゃったようにこれはその歴史の変節点になったというふうに思いますトランジッションファイナンスの2020年から2023年24年というふうな期間においては 多分2つの大きなシフトがあったと思っていますいわゆる市場のコンセンサスが変わったと思います1つは指数,関数的にこの ESG の記載金額が増えているこれはミリアムさんが最初におっしゃったんだけれどもしかしながら全体の10.8%でしかないという認識があったまだちっちゃいですよね本当に小さいもっともっと資金としてトランジッションのために巨大な資金が必要であるにもかかわらずです。 でなないいいと GHG のの排出は減っていかないのですだけれどもまだこの記載市場のうちたったの10%でしかないという認識がありました。なので他のチャンネルでもってトランジッションに資金を供給しなければならないという意識がありました。それが一つ。それからもう1つのシフトは 多分哲学的というか概念的なのかもしれませんけれども市場がミリアムさんが言ったように非常に高度化しているんです特に高度な投資家が出てきましたなのでボンドの分析サステナブルファイナンスの分析こういったものはグリーンかグリーンではないかというのではなくってもっと受け入れられるかもらえるかもらえるじゃないかいいか悪いかというふうなものではなくてもっと高度になってきているわけです。 よりもっと実践的な観点からものを判断するようになっているどのぐらいこれで役に立つのかどのぐらい排出量が減るのかどのぐらいこのゴールに私たちを近づけてくれるのかというふうな基本的なその 概念があってそれらが非常に大きなシフトですそれがまさにトランジションファイナンスというものをその私たちが判断する上の大きな基準の変化になっているというふうに思います。なのでいいか悪いかではなくてもっとその正確にもっと詳細に分析をするわけです。仕事としては大変になってきましたけれどもしかしながら非常に有益で正確などのぐらい私たちが目標に資するところまでいけるのかという評価をして投資をするということになっています。なので市場は 一般論ですけれども質問に答えるとならばトランジションソブリンボンドに関しては非常に歓迎しています思ったよりも歓迎されていると思います2つぐらい理由があると思うんですけれどもまず1つは懐疑的だったんですねトランジションファイナンスというものに対してステークホルダーの中にはえって思っている人たちもいましたなのでこれが単にグリーンな投資以外のものを グリーン以外のものもに投資をしてていいるるのにグリーンと名をつけているだけだではないかという,ふうに怪異的だったわけですしかし日本政府のトランジション最は非常に正直で非常にクリエイティブで非常にガバナンスも効いているということでクリアで率直に世界がどういうふうになるのかということをその潜在的な投資家に語っているということで歓迎をされました池田さんがおっしゃったように投資家が自分の意思決定ができる自分の分析ができるものだったんです。100%の投資家ががこれがアンビシャス十分 ではないとでその資金使途に関してはあまり野心的ではないかというふうに思っているところもあるかもしれませんけれどもしかし多くがこれは自分たちのものの見方に合っているもっと高度な分析に耐えられるものであるというふうに判断したというふうに思います。ですのでこのディスクロージャーそして透明性のレベルが極めて重要です。 そうでないと取引が成功しません。そしてもう一つ、この今回は初めてのそのような種類の発行でしたから、これは。 あのステークホルダーの中でこれは実際はグリーンボンドだよねといった人がいましたこれは初めてのこの発行ですけれどもあんまり議論のあるようなセクターではなくてつまりこのいわゆる純化石燃料のセクターではなくていわゆるグリーンなところへのこのボンドでしたですから日本政府はやはり非常にその点については慎重にしていてそして将来的にもこの重要性が高まるようにということを考えています。 考えだと思いますそしてこの資金シティの問題がどうなるのかそして市場がそれをもっと受け入れるようになるのかこういったことが課題となりますけれどもしかしながら今回のこの発行というのは非常に誠実な意図を持って行われたし透明性も非常に高かったそしてまた日本政府が発行体ということで非常にこの信頼性が高いものでした。もう1つで私2つ私のレベルにおいてトランンション ボンドががが成功率に実施されれるるここととできると思ったたつの要素がありましたこれはトランジーションファイナンスを求めている企業だけではなく他の国の政府トランジーションファイナンスに関心を持ってそしてエネルギー政策の中に取り込んでいきたい他の国の政府にとっても参考になると思いましたはい私自身、まあ、政府の一員ですので あんまりこ,うあのこの発行についてですね、いろいろ褒めていただくというのはあんまりあのよくないかもしれませんけれども、私、虫沢さんがおっしゃったことを受けて申し上げたいんですが、クライマットトランジションということになったときに、あの 一定のこの前向きなその将来に向けたその判断が必要です投資家からえつまりそのようなこの投資家からのですね将来に向けたこの判断というものが必要になりますでトランジション計画移行計画についての話ということにしばしばなります移行計画が個々の企業によって策定された わけですがで今このリアルセクターの企業がその移行計画を策定する。それだけ単体だけ見てって。でも投資家からはあの判断材料として十分ではないということが今わかるようになっています。これは金融セクターからどのようにこの見られているのかということが重要。そしてこのトランジションの経路。 移行の経路というのはセクター間あるいは政策によっても依存します。ということで今人々が理解するようになっているのが3つのレベルの移行計画が必要だということです。その企業ごとの移行計画そして金融セクターのトランジション計画そして政府によるその移行計画この3つのレベルが必要ということです。 でこのということで日本政府がこのクライメートトランジッションボンドを発行したというのが、まあ、先ほど虫拓さんがおっしゃったように非常に効果を持って受け止められたということになります。まあ、日本政府がクライメートトランジッションボンドを発行したということで、まあ、それによって政府レベルのトランジッション計画 がこのの投資家の目から見て判断でできるわけですその意味で発行はこのソブリンのクライメート・トランジション・ボンドの発行はそういう意味では成功だったと思います私からそういうふうに申し上げてよろしければ少なくともそれがまあグローバルな投資家の注目を集めることはできました GX 計画、日本政府の GX 計画に対する注目を集めることができました。これは150兆円の投資計画も含めます。そして20兆円の計画、これが日本政府がこの資金を提供するもの、そしてこのクライメートトランジションボンドの発行によってそれを調達するというものですで。これが グローバルな投資家には良いシグナルを送ったと思います。ですので、グローバルな投資家の,この期待があれば、日本政府が基本これからもそのコミットメントを強化し続けることができます。そして、その透明性を高めることができます。いかに日本、そして日本政府が そのコミットしたゴール、クラメントトランジッションに関係,関係するその目標に、いかに日本政府がそれに対して実行していくのかということが期待されていますリップサービスも多分あるかもしれませんけれども、あの基本的にはポジティブに受け止められているというような評価があったかもしれませんけれども。 あのとはいえ、森崎さんもご指摘のようにあの1回目だからとかあの1回目はあ,のあんまりこう、なんていうか、チャレンジングなことをしたいといかです、ね、そういうようなご意見もあったりしますし、多分引き続き、このタンジョンファイナンスとかのもう広がりとか、理解も少しずつ広がってきてはいるものの、まだ少しあの、さんご指摘があったとおり、その スケプティズですね少しちょっとこの疑問に感じているとかですねまだまだちょっとの唾物じゃないかみたいなそういうふうに思っている方もいらっしゃるというようなことなのかなというふうにも思います。まあ、という中であの、えー、とあの3つ目の,、まあ、あのトピックとしてですねあのそういう中でもこのトランジジョンファイナンスをやっぱり今後どう、まあ、広げていくかということについてですね あのまあ、の先ほど冒頭も私申し上げたとおりあのこのハルトアベイドのセクターっていうのはあの日本のみならずやっぱアジアの国とかでもやっぱり非常に脱炭素が求められる分野でありという意味では、まあ、そういう分野への脱炭素の投資というのがあの非常にこう需要は高いんじゃないかというふうに思われる中であの冒頭ミリアムさんのスライドもあったとおりまだ あのサテナルボンのファイナンス、全体的には伸びているものの、まあ、トランジョンファイナンスというものについては、まあ、まだまだこれからというような部分もあると思いますので、そういう中で、どういうふうにあのな取り組みがですねこのトランジョンファイナンスを広げていくのに大事なのかということを、ですねあの皆さんにお伺いできればというふうに思っております。またあの最初に、また2人目、のミーアムさんからお伺いをしたいと思っておりますけれどもあの、トランジョンファイナンスを、まあ、推進する上でですね、 あのまあ政府の役割としてどういうものがまああるのかとまあミリアム様あの政府自身がやることでまあ信頼が高めるというのはコメントも先ほどあったんですけれどもそのことも含めてですねお伺いできればと思います。さあ、g e n ミリアム、公的セクターの役割についてお願いします。はい。これはこのパネルの中でもずっと。 あの示唆されてきましたまあこの前のパネルでも言及されたことです政府は非常に具体的な役割があると思いますサステナブルファイナンスそしてえとりわけトランジションファイナンスに関しては特定の役割があると思います政府は非常に予算という強力なツールを持っていますえそしてそのお金を特定のセクター経済のセクターに振り向けることができます それを通じて経済全体を変容させることができます。例えば税金という形の補助金あるいはこの投資を行うことによって一つの経済活動を別の経済活動へと転換することができます。そしてその活動がその競争力を保つようにすることができます。例えば太陽光について これは石炭よりももうある時点から安くなりました。でそうなりますと投資が動きます。で政府はその力があります。つまり民間の投資家を引きつけるこの力がある。つまり私たちはこの経済のセクターに集中するので。 でこの投資家として企業家として小規模事業としてこの分野にぜひ進出してほしいとでそうなればこのような形で皆さんに悲劇しますよということを政府が示すことができますでそれが公的セクターの役割だと思いますで日本はさらにその他の国よりも先んじて一歩前に出たと思いますもう一つリーダーシップという役割も公的機関にはありますでここにおいて 日本は非常に素晴らしい形でこのリーダーシップを発揮されましたすなわち教育という分野においてですヨーロッパでそのような投資家がそのこのボンドを買ってほしいというだけではなくて実際にですねそのマーケット市場に対する教育活動を行われたわけですねそして もし全員が貢献すればこのことは実現可能なんだということを示されたわけです。イノベーションはただ単にそうしたこの排出策が困難なセクターから来るだけではなくてそのインパクトレポート皆さんおそらく楽しみにされていると思うんですがこの投資家もまた非常にいかに 1>, 1年後にこのストーリーがどのように語られるのかあるいはそのインパクトレポートが出される時にそれがどういうふうに語られるのかに非常に注目していますそしてまた同じレベルの水準の透明性を期待していますそしてそのストーリーを前に進めてほしいと考えていますそれが政府の役割だと思いますつまりそうしたセクターがより競争力を持てるようにして そしてこの民間の投資を引き込むということそしてそのことを通じて非常にインパクトのある形で低排出というものをサポートしていくということですすなわち多排出セクターがより効果的に効率よくこの排出削減をすることができるようにするということだからです。そそそしておそらくそれが このトランジッションのストーリーを変えていくものだと思います。でそれもまたこの歴史の一部となってつまりトランジッションはこう何か悪い言葉のように思われてグリーンではないもののように行う 思われていたその時から現在まで全ての投資はグリーンだというふうに考えられるようになったその,あの変化に関係していると思います。ですから混乱させようということではないわけですねあの全ての投資がグリーンだというのはどのようなグリーンボンドもそのトランジッションの一部をなすのだということだと思います。そそそそししししてててて日本はそれを先陣切っっれを示そうといいらっしゃいますそして でそこからトランジッションは私たちにとってより広い戦略の一部をなすものである、そしてその戦略のフォーカスというのは、えー、パリのパリ協定の目標を達成することなんだということを示されていると思います。あありがととうございいいまましたお伺できれば思すの トランジファイナンス特にアジアへの展開が多分非常に需要があるんじゃないかとも思っておりますけども、あのえー、とそのアジアでのトランジョファイナンス展開の取り組みで、金融庁の取り組みをされているかと思いますが、そのご紹介していただきつつあの、政府の役割などに、あのトランジョファイナンスの展開への政府の役割などについてですねコメントをいただければと思います。お願いします。Uh, <thank> you. ありがとうございます。Uh, 経産省と一緒になりまして、 日本政府と一緒になりままししててある報告書も出していますトランジッションというコンセプトを根付かせるということアジアの金融市場でそれを行うというふうな活動なんですけれどもその文脈で公式なアジア GX コンソーシアムを今月初めに設立しましたコンソーシアムは参加者としては ASEAN の当局が参加していますし、ADB も、それから日本の民間金融機関も参加をして、それから JBIC や JICA、DBJ も参加をして設立されています。一緒になって、トランジッションファイナンスのコンセプトをアジアで広げていきたいと思っています。 そして例を示して実際の実例を示してこれがトランジッションファイナンスであるということを示していきたいと思ってますいろいろとトランジッションファイナンスについて政策問題として語ることはしばしばあるんですけども実際の例というのはまだまだ数が少ないんですなので一体何を我々がやってきたのか 日本で何をしたのかということを活用したいと思ってますしそれから ASEAN が今まで何をトランジッションにおいてやってきたのかということも活用したいつまりタクソノミーもトランジッションタクソノミー作ってますしそれからトランジッションファイナンスのガイドラインも彼らは作っているわけですからそういったものを活用することによってある一定の 判断の枠組みをトランジッションファイナンスに関して作りたいそれから方法論についても運営方法についても枠組みを作っていきたいと思っていますそれによってトランジッションファイナンスを実行に移していきたいと思っていますでトランジッションファイナンスを実行するのに一体何が必要なのかということも特定していきたいと思いますこのパネルで何回かもう既に言及しましたが判断 気候トランンジション気候移行の信用性についての判断をするという場合にはニュアンスとかあるいは複雑な意思決定が求められます。特にある新興経済においては必ずしも1.5度 のターゲッットトにコミットしていいいるわけではないというとうころもありますもちろん2度以下に関してはコミットしているんだけれども1.5度ではないという新興経済国もあります新興国もありますですので多くのトランジションファイナンス関係の枠組みあるいはパスウェイの信頼性の判断の枠組みこういったものは多くの場合 前提条件としてみんなが1.5度を目標に走っているのだということがベースになっています。だから場合によっては新興国にとっては難しいあるいは新興国にある組織ではこの枠組みを使って判断するというのが難しいという事情が生じます。でですので ここをどうやってギャップを埋めていくのかというのが重要でしかも信頼のおけるツールでもってそのギャップを埋めるというのが必須に重要なわけです。でもしも申し上げられるならば科学的なエビデンスで1.5度のターゲットが どんどん難しくなっているということを示しています。なので、より視野を広げてみますと、そういうディスカッションも多分、今後、先進国では行わなければならないものになってしまうかもしれません。しかし、今、少なくとも今は、 トランジションファイナンスをその新興国という文脈で判断する時にどういう信頼のおける枠組みができるのかそしてどうやって実際のケースを組成していけるのかというのが一番急用するトピックであると考えています。なのでここに関してはアジェンダとしてこれをアジアの GX コンソーシアムの中で進めていけたらと思っています。 あるいはアジアゼロエミッション共同体の中、あるいはエーゼックと呼びますけれども、その中で進められたらと思っています。じゃあ、あの次に、ムシタクさんにお伺いします。で、あの、皆さんの視点から見てですね、特にそのアジア太平洋地域においての、まあ、トランジションファイナンス推進するためにはどういったことが必要かという点でコメントをいただければと思います。アーティのもズ アジア太平洋地域においてトランジションファイナンスを推進するために何が必要ですかはい、ありがとうございます今の2人のパネリストに刺激を受けたんですけども3つのレベルで答えたいと思います1つは政府の政策レベルです公的な、うん、池田さんとメリアムが言ったように非常にもうすでに言及されているので 雄弁だったのですけどただ育麻としては私たち公的サポートの支援は重要であるというふうに思っています。そして多分 このトランジションファイナンスのマーケットにおいては特にヨラン期においては重要だと思います。ソブリン発行体が出てくるということも重要で、ソブリンの投資家も非常に重要で影響力のあるツールだと思います。ソブリンウェルスファンドがソブリンファイナンスボンドとか、あるいはギャランティーを出すとか、あるいはその公的な支援を行って投資を促していく、そしてトランジションファイナンスに保障するということも重要だと思っています。プラス エネルギー戦略であるとかエネルギーポリシーあるいは予算こういった措置というのもとても重要だと思っています。というのもファイナンス産業とといいうのはお金があるところに流れていくからです我々は自分たちの意思決定を自分で行うのではなくて全体の流れを見て意思決定をしているからです。 なので、日本はもうすでにそれが起こっているのが目に見えて取れます。トランジッションファイナンスがクリアに起こっています。ですので、他の国もこういった形で進んでいくのではないかと思います。それからツールとしてですけれども、トランジッションファイナンスマーケットの促進のためのツールとして、政府は同様に、ここを グリーンとかソーシャルボンドあるいはサステナブルボンド市場を進めていけると思います例えばイシワに対するグラントを与えれるとか技術支援を与えるとかというふうなことです政府によってはその中央銀行の融資を行うとかあるいはゆそのファーストトラックのアップルバルをグルーバンドに対して与えるとかそういうさまざまなその プレフェレンシャルなトリートメントがありますこういったものを政府がツールとして活用していくそれによってサステナファイナンスが進んでいくというのがあると思いますもう1個短いですけどもイクマンのペーパーがありまして今年の20 2024年なんですけどもトランジションファイナンスに関してペーパーが出ています でここでは公的なセクターのツールを使うことによってトランジションファイナンスが進みますよということが書いてあります。かも,もう1点ですけれどもここもツールなんですけれどもコロンドは産業界レベルあるいは市場のレベルで使えるツールなんですが1つはやはりタクソノミーですそれともう1つはロードマップです。 これらに関しては非常にこの34年に大きく進捗をしたと思います特に日本でも進みましたけれどもまだまだ山山積しています問題は特に日本に関してはそのテクニカルなサイドに関してトランジションは進んでおりますけれども他の例えば先進国ではないところに関して言えばまだまだまだ,まだ 国ごとのトランジションパスウェイができていないとかあるいは国スペシフィックなトランジションパスウェイがそれぞれのパスいろんなパスウェイにまだ落とし込まれてないとかっていうふうなものがあります企業も持っていないというふうなものもありますのでそこを進めていくというのがありますそれからもう一つツールとして市場のツールですけれどもいくまとしても いろんなプロダクトそれからいろんな方法でもってトランジションファイナンスにお金が流れるような形でいければというふうに思います失礼トランジション投資がトランジションに流れていくようなパスウェイというのを考えたいと思います一つはグリーンエネーブリングプロジェクトというペーパーなんですけれどもこれは必ずしもグリーンではないプロジェクトなんだけれどもこれを ベースとしてよりもっとグリーンなプロジェクトを可能にするベースとして使うというふうなものです。で、これはグリーンボンド原則の中に入っていって、これはプラスの証拠でもってサポートするというものです。そうすればトランジション,ン,ションタイプのプロジェクトというふうに言えるかもしれません。そして ICME がまた発行したばかりのもう一つのものが、サステナビリティ・リンクト・ファイナンシング・ボンドですね。 これは基本的にはボンドでサス,サステナビリティ・リンクト・サステナビリティボン・ボンドでサステナビリティ・リンクト・ゾーンを支援するものです。すいません、ちょっとややこしいですけれども、これもまたツールとしてトランジション・ファイナンスを推進することができます。最後のポイントですが、おそらく最も重要なレベルが、 全体的なトランンンジーションファイナンスの信頼性を高めるとということですつまりトランジーションファイナンスがどのように役割るのかそしてこの正確な測定とレポーティングがそのためには必要ですそしてこれがあればトランジーションファイナンスが成功しそして測定可能なこの成果をもたらすことができるそして GHG を測定可能なの形で削減することができますそうなりますとこの長期的にクレディビュー やそしてトランジションファイナンスの信頼性や有効性についての疑念というものを晴らすことができると思いますのとこのセッションをま,まとめさせていただきたいと思いますけれどもあの、トランジションファイナンスの概念とか、まあ、重要性というのは、ですねここ数年であのだいぶ国際的にもまあ広がってきているというのが、多分皆さんのパネリストの方のご認識だったかと思います。まあ、あの それぞれ各、ICMA、まあ、はじめ各国際機関のです、ねまあ、文書を発出する、まあ、ガイダンスを発出するという,ような取り組みもそうですし、あのまあ、日本政府のとか各種企業がです、ね、トランジションボードを発行するということもです、ね、広がりが出てきているということかと思っております。で加えましてあの、もう手前味噌ではありますけれどもあの、各パネリストの方からもですね、あの あの日本の CT サ JCTB についてもです、ね、国際的なポジティブに受けられているというようなことも評価をいただいておりまして、またそれもです、ね、一つのトランジションファイナンスの認識の向上に一役を買っているのではないかなというふうにも思っているところでございます。たただまたそのの一方で,です、ね、少しトランンンジションファイナンスのその、まあ 概念とか重要性はいいんだけど、ちょっと個別、具体的にもうちょっとこう踏み込んでみるというか、ですねあのそう言ってくることとなると、例えばその定義であったりとか、対象であったりとかっていうところに、まだまだ少し意見の違いがあったりとか、あと、若干、少しネガティブなコメントも聞かれたりするというようなこともあろうかと思います。 ムスタクさんも日本の CT 才能に対してはです、ね、その1回目はいいんだけども、まあ、2回目、もしそのよりそのアンモニア根性とか、ハードターベイドの投資になると、少しレスフェイバルになるかもしれないみたいなコメントもありましたけども、そういうこともあり得るんじゃないかという中で,です、ね、どうやってこれをこのより一層皆様にその理解を深めていただくかというようなことが大切かというふうに思っているところでございます。 であのそのにあたってはです、ね、それぞれやっぱり企業の方がどう移行計画、トランジションプランを作って説明するということもあろうかと思いますが、結構皆様が、がパネルの方が指摘されたのは、結構、政府がです、ね、しっかりとそれに対する支援に、こういったものに対する支援をコミットするということがです、ねあの、それに対する信頼性を高めていくんだというようなことも、ご指摘があったかと思います。 あの特にミリアムさんからもです、ねあの、特に日本政府、は、ま、じ、あ、めと公的セクターがそういうことをやることによって、その分野に対する民間セクターの投資が呼び込まれて、それが、まあ、うまく好循環につながっていくんだというような指摘なんかもあったかと思いますしあのその、池田さんからも同じように日本の政府の取り組みをご紹介をいただきましたけれども、まああの、私も政府の一員としてです、ねあの、そういうことにあの心がけてです、ね、今後取り組んでいかなきゃいけないなということを改めて思った次第でございます。 で加えまして、やっぱりま,あまだこのトランジションファイナンスがまだ法学期というか、ですねまだ始まりだということもあるので、それがよりあの国際マーケットで信頼性を高めていくためには、最後にあの、ムシタクさんからのコメントがありましたけども、あのやっぱりそのディスクロージャーとか、あのレポーティングはもう大事だというようなご指摘もあったかと思います、それでいかにまあトランジションファイナンスによって、削減が,進ん,でるが進んでいるんだというまあ実績を。 まあ示すとということがですねやっぱりまあのそのトランジシ,ションファイナンスに対する信頼性を高めていくんだというようなこともコメントがあったかと思いますので、その辺りも大事かというふうに思っているところでございます。で、こうしてですね、今後、こういう課題がいくつか見られている中で,で、やっぱりまあこの場にご参加の皆様方をはじめとしてですね、 産業界、またはわれわのような政府のもの、またはその金融の業界、このまあ産,官産官、金がです、ね、それぞれがよくまあ人あの連携をしてです、ね、またパネリストの方を含めたその国際的な連携なども含めてです、ね、やっていくことによってです、ね、一つずつ取り組みを積み上げていくということが大事なんじゃないかというふうに思っているところでございます。 その今後ともですね、あのこのトランジョンファイナンスに対する皆様方のそのますますのご理解とご協力をお願いをしてですね、またさらにそのトランジョンファイナンスのさらなる発展を記念をいたしましてこのパネルの締めくくりとさせていただければと思います。ではあの拍手を持ってパネリストの方の感謝におおまいありがとうございました。Thank you, Mr. Tachiri panelists. t 様、パネリストの皆様ありがとうございました。